こちらのデモは電気自動車やハイブリッド自動車向けの、電池監視制御の、IC を活用したデモとなっています。具体的にはこちらにありますように電池監視 IC が1つにつき12個のセルを監視しておりまして、それに関してですね、 IC の状態を実際に表示させたり制御するソフトウェアもセットでご提供できるデモとなっています。例えばソフトウェアですね、で電池の電圧なんかをこのように二重に見るようになっておりまして、この差が大きいときは例えば何か回路に異常があったということで故障検出ができるようになっておりますし、あとは例えば端子のオープン検出があった場合にこんな風に画面上にペケと出てますが、検知ができるといったように、単なる電池の監視の制御だけではなくて故障検出もできるといったデモが特徴になっています。その他ですね、デイジーチェーン接続されることによって今は電池は36個なんですけども、つなげることによってより多くの電池について監視制御ができるようになっております。あとはここに温度もありまして、温度監視も各地点でできるようになっていまして、温度についても異常があれば上位の ECU に伝えるといったような処理が可能になっております。